はい、こんにちは。公民テストに出るところをギュッとやる内閣の2回目ですね。国会が法律を制定する、そしてその法律に従って内閣が政治を行う、これを行政権と言いました。そしてその行政権を行使するのがこれ内閣なんです。で、そして内閣は内閣総理大臣のもと国務大臣がいて内閣の会議を行う、これが閣議です。これは全員出席で全員賛成で閣議が決まるんです。しかしそうは言っても国の政府の仕事というのは内閣総理大臣と国務大臣だけで全部やりきれるものではありません。実際の政府の仕事は国家公務員の人たちが各省庁に分かれていろんな仕事をしています。この今日はこの省庁についてやっていきます。さあ、内閣が先頭に立って、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、農林水産省、国土交通省、経済産業省、環境省、厚生労働省、文部科学省、防衛省と、これだけの省庁があります。で、まず内閣府から首相を中心に国の方針を決めていく省庁です。そして総務省、ね、これが一番ねイメージしにくいですね、行政のこと、つまりこれ全体です。地方自治のこと、ね、いろんな地方の政治を行っていくのは知事と、ね、市町村ですけれども、そう、市町村長たちで、地方議会の人たちですけれども、この地方自治について、そして通信について、これインターネットとかね、電話とか携帯とか、その通信一般全体を取り仕切る、そして選挙のこともこれ総務省なんです。一番イメージしにくいのがこれ総務省です。これ後で最後にもう一回戻りますから、総務省はね。あとは分かりやすいです。法務省、これ法律に関することです。そして法律を犯した人、犯罪の防止をする防止するためにどうしたらいいかってことをね、日夜考えている省庁です。外務省、これ外国との交渉を行う省庁です。また条約をね、叩き台を作ったりね、国連に関する仕事なんかも外務省です。財務省、これはお金です。予算案を作成します、ね、叩き台を作るんです。そして税金を集めたりします。これが財務省。もう農林水産省、これもうそのままです。農業、林業、水産業を盛んにするために、ね、行う政策立案する省庁です。国土交通省、これはいろんな施設をね、でかいの作ったりとかね、ダム作ったり、まあ今はダム作りませんけど、国土を開発する、いろんな施設を作る、そして意外と、ね、忘れるのは気象に関する仕事も国土交通省です。天気予報です。経済産業省、これもそのままです。経済や産業を盛んにするための省庁です。環境省、これもそのままです。公害を防止する、公害をやめさせる、そして環境を整えるための省庁です。厚生労働省、これもそのままですね。医療や福祉をどうしていくか、労働や仕事、雇用をどうしていくかっていうことを立案して実行していく省庁です。文部科学省、これもそのまま教育、文化、スポーツ、科学技術について政策立案していく省庁です。防衛省、これもそのままですね。国を守る、社会の平和を守るための省庁です。さあ、そしてもう一回この総務省に戻りますよ、ね、総務省はもうこれ全部なんです。行政全体、地方自治全部、そして情報通信、インターネットが適正に行われているかなとか、情報がね、何かね、いろいろ、世界中今情報の社会ですから、そういったもの、そして選挙を取り仕切るのが総務省なんです。試験の前にね、内閣勉強するときに、ここだけちょっと意識するといいですよ。絶対ここ出てきますからね。着実に力つけたいなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はここまでにしましょう。